はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました、あ、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。それでですね、半間陽先生がですね、大成功を収めた FX の投資ですね、世界の億万長者を越しました。これでね、まだ稼いでませんけれども、世界一の億万長者を越したという発表でございます。まだ稼いでませんけど、これでね、簡単に越してしまいました。100倍はあるんじゃないかと思うんですけども、世界の億万長者の100倍ぐらいの資産だと思います。それをご紹介いたします。で、これ FX 投資なんですけども、ここにね AUD、USD とかありますね。でこれを開きますね。で、とシグナルがあるわけですね。で勝率が 80%、 1年間ですね、ここを打ってここで計算するんですね。1日なんですこれね。で、平均利益が341ピップスですね。約この、 1年間の分析なんで、今後はこの3分の1ぐらいに落ちます。勝率はまあ 20% から 20% ぐらい、また引かれる以上引かれます。だから 60% 以下になりますね、勝率は。それでこれ3分の1ぐらいになるんです、利益がね。で、こういうふうに人工知能がシグナルを見つけ出します。で、この人工知能、こうですね、これは大きく負けたわけですね。だからこの負けたうちに10回のうちに入るわけです、ね、ここでシグナルが来て、ここで決算負けましたというですね。で、ちょっと分かるね、ここですね、ここでシグナルを出て、ここで決算して、これはオードックですね。そういうふうに各自ね、ここに勝率出てます。これ勝率 80%、 67.86% ですね。これ28回出てるんですね。勝率悪いけども投資数多いですね。これ見てみましょうか。で、このシグナルですけれども、このようにね、ここはもうほとんどタイですね、タイですね。で、ここ出てこうと、ここ出てこうであるということですね。で、ここでこう、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 こうですね。ここはもうポーですね。ということですね。ここは、まあ、こんなのは出てる。勝率が、こうですからね。ということですね。で、見つかったものをですね、このように出てるわけなんですけど、この通り投資するだけなんですね。そうすると利益がこの計算でいうとこういう計算になって、この3分の1ということですね。で、この勝率のこの数数ですね。ただこのシグナル、このままだとそんなにいかないんだけどね、落ちるんですけど、このままのシグナルでいくわけです。こうですね、こうですね、このままのシグナルでね、ですね。で、こういうふうにこの通貨国いろいろありますからね、一番有利なもので投資すればよろしいわけですね。これ勝率こうですね、これなんか有力じゃないかということでね、ちょっと見てみましょうか。こうですね、かこうですね、ちょっと多いんで全部開けないと思うんで、
まあこんぐらいにしておきましょう。でもですね、ちょっと長いんでね、こういうシグナルですね、ちょっと長いんで全部開けないと思う。でこのようにこの表示されてますからね、まあこれは供給はできませんけど、で分析、テクニカル分析がどんなのを使ってるかって無線に使ってましてね、秘密となってますけれども、こういう分析データがね、正確にあの投資情報を教えてくれますね、分析でね。でね、あのコンピューターでプログラム、難しいプログラムでできないでね、あの投資してる人っていうのは、あの知恵遅れの人たちだから注意してくださいね。で確かに勝てるんだけど、いや知恵遅れの仲間から仲間がね、コンピューターみたいになって大勢で情報を教えて、それで投資してるんです、代表で。だから不正なんですね、 100% ね。で人間の義務教育もカンニングしてじゃないと、入れないと卒業できないんですよ。 そのね、応用で悪いことやってるんですね。だからコンピュータ分析で難しいプログラムできないで投資して勝ってる人は全部八百長なんですね。全部テレパシーでね、仲間から情報を教わって勝ってるだけなんですね。だから知恵遅れの仲間がコンピューターになって頑張って教えてるわけです、ね、で全部汚職なんですね。バカだから稼げないです。コンピューターのプログラムで難しいプログラムもできないで投資してる人はバカだから稼げないんです。なぜ稼げるかというと、やっぱり知恵遅れの団体でね、人間が働いてね、コンピューターで各自分析して、ね、頭で、自分の頭、生の頭で、それでその情報をね、仲間に伝達してやってる。だから稼げることはね、そういう代表者にならないと、指導されてた人じゃないと稼げませんから、だから絶対注意してください。コンピューター分析できないで投資して稼げてる人は全員知恵遅れの人たちだから、稼げてない人、本人稼げない人だったんですよ。全部保安の力も100倍以上必要ですからね、それも助けてもらってるわけですね。意外と稼げそうな人もいますけどね、稼げないです。保安も仕事してないから、それを合わせますから、正当にね。ということで、ぜひ注意してください。コンピューターでプログラムでね、難しいプログラム作れないで、こういうような勝率とか計算値とか、ピプスとか計算ね、この細かい数値ですね、326.33 ピプスとかね、そういうの作れない人は、で、投資してる人は全員知恵遅れです。すごい大きい知恵遅れですから。ね。ただ多いですから、人間の中に知恵遅れって。みんな義務教育も、テレパシーでカンニングで卒業してますから、入れないと卒業できてます。まあ全部じゃないですけどね。だから同じ方法で社会に出て、仲間から情報を聞いて、強いように見せてるんですね。知恵遅れたちは。で、知恵遅れの仲間で教えてます。団体で。たくさん団体いると頭良くなるんですよ。だからその人の働くのは稼いでても、ね、大変な浪費だから稼いでるより少ないでしょうね。ただ周りに騙すためにやってるだけなんですね。本人でも全然稼げないからね、団体でテレパシーを教えてるだけです。